にちは、春樹の古着チャンネルへようこそ。ということでちょっと訳あってこんな格好をしてるんですけども、先日ですね、ついに古着屋春クロージングストアを三軒茶屋駅徒歩3分ぐらいのところにね、オープンさせていただきまして、怒涛のオープン前後だったんですけど、やっと落ち着いてきましたので今動画を撮らせていただいております。まず開業シリーズの動画に、応援のコメントくださった方とか、当日本当にお店に来てくれた方とか、昨日一昨日その前とお店に足を運んでくれた方、本当にありがとうございます。マジでありがとうございます。マジで忙しかった。忙しいアピールしたくなるぐらい忙しかったですね。いやでもね、全部楽しくて、もう振動もやめたいとかそういうんじゃなくて、もうアドレナリン出すぎて逆に寝れないみたいな状態が続いちゃって、いやーもう不思議な感覚でしたね。一応ちょっとオープンの時の映像ちゃんと回せなかったんですけど、少しだけお見せします。こんな感じでした。はい、今7月29日土曜日12時59分あと1分でオープンでございます。ちょっとバタバタしすぎて全然動画を回せなかったんですけど、のりとこいちがめちゃくちゃ綺麗にしてくれました。すごい綺麗に入れてます。ということで今日から始まります。頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。オープンからもう、はい、行きましょうですね。絶対いい服みんなで選んでもらいましょう。行きましょう。1時になりました。オープンだ。いや本当にね、皆さんいい方なんで、もう誰の迷惑にもならないように綺麗に並んでくださって、いや本当にお客さんにも感謝したいです。本当にオープンします。お待たせしました。じゃあ入ってください。どうぞ。すいません、お待たせしました。暑い中ありがとうございます。写真撮ってくれました。撮りました。ありがとうございます。ぜひたくさん名称してくれたら嬉しいです。よく分かったっす。はい、ありがとうございます。なんかでもやっぱりポップアップと前回の古着フェスとかを経て、気持ちが落ち着いた状態で皆さんを受け入れられてる気がします。ちょっとオープンだけ YouTube を回させてもらってます。めちゃめちゃ来ていただいて、たくさん服見ていただいてありがとうございます。いやこれ結構探してたもんね。あ、本当ですか。そのバックプリント僕見たことなくて、マジで探してた。シンプルにグラフィックしてたっぽいですね。やばいっす。これちょっと試着どうする？これお決まり、お決まりです。このショーツ珍しいですよ、シャルクの。サーマルジーってあんまりなくて、ビューリングスもないんですけど、ショーツの方がちょっと珍しい。ラルフ着る女性いいっすよね。めっちゃいいっすね。この超ラルフ好きで。お疲れ様です。開けます。もちろんです。2番目にご案内するんで、はい、店内見てて大丈夫です。ありがとうございます。はい、こんな感じで13時オープン22時閉店でやらせてもらったんですけど、一日中お客さん来ていただいて、もう本当に嬉しかった。皆さんなんかは僕がピックしてきた服を一着一着着て履いてもらって、鏡見てみて、うお、こんなにかっこよくなるんですねみたいなとか、こういう着方考えたことなかったですみたいなコメントとかいただけて、人によってはもう全身で僕とかスタッフののりとこういちがスタイリングしてあげて、それが良くて全身買ってくれるみたいなお客さんも結構いて、すごい嬉しかったですね。もっともっとこの古着屋良くしていこうという気持ちになりました。本当にありがとうございます。ということで今日はこのお店やっぱやってて思ったんですけど、スタッフののりとこういちがものすごくスタイルを提案してくれるんですよ。上の服にこの下何合わせたらいいのか、このデジカマのパンツの上何合わせたらいいかなとか、そういうのを教えてくれるのがすごく嬉しいですみたいな、他の古着屋さんだとあんまりないんで、こういう風に提案してくれることが嬉しいですみたいな声をいただいて、それがうちのお店の強みでもあるかなと思ったんですよね。このお店もただ服を買ってもらうだけじゃなくて、どういうスタイリングにするとか、この服は何でいいと思ってピックしたのか、お店の BGM だったり匂いとか、そういうものも含めて体験として楽しんでもらいたいなっていうのがあるの で、特にノリとかめちゃくちゃおしゃれなんで、僕も聞いてるんですよね。このシャツって下どういうの合うかなとか、靴何だったらいいかなとか相談したいぐらい、ものすごくおしゃれ人間なので、今日はそんなスタッフのりとこういちに僕の古着屋さんの服でスタイリングしてもらおうかなと思っております。
なのでこの動画を見れば古着好きな方たくさん見ていただいてると思うんで、スタイルとして今回ねこの動画をね見てちょっとでも学んでもらえたり参考にしてもらえたら嬉しいなと思っております。なので今日はこういう格好をしてきました。やばいねこれ。今日はですねスタイリング全身ユニクロで来ました。ズボンユニクロです。ゴムのタイプのやつです。上は白 T、 中はタンクトップで、ユニクロのこの白 T なんですけど、さっきね野菜1日これ1本飲んでたらこぼしてしまいまして、最悪だこれ、赤くなっちゃいました。靴が5年ぐらい前に買ったスケッチャーズです。でこれはナイキの靴下です。という感じでこういう服にはあんまり興味がない人として今日お店に行ってかっこよくしてもらいたいなと思います。ということでまず三軒茶屋駅にやってきました。道のりをわからないという方もいらっしゃると思うんで、一緒に動画回しながらお店まで行きたいなと思います。三軒茶屋駅の北口 A っていうところを降りたらここになるんですけど、そこを降りてそこから、下北沢駅寄り茶沢通りにまっすぐ3分ぐらい歩きます。じゃあ行きましょうか。着きます。懐かしい、このケンタッキーとここの西屋、この西屋オープンした時にちょうど僕三茶に住んでて、オープン日に行きましたね。めっちゃ綺麗な状態だったんですけど美味しかったです。ここキャンドゥ100均もあるんですよ。すごいよね、今三茶ってユニクロもあるし無印もあるし声優もあるし、すごいよな。普通に生活する上で最強、飲み屋さんとか古着屋さんとしてもいいんだけど、それだけじゃないんだよね。もうはい、声優24時間ですね。飲みさがここでやらかしたりとかして話題になりましたね。だん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 はここですね、有名な聖地です。でここバス乗り場があって、下北沢と三茶ってバスで200円で行けるんで、ぜひ三茶と下北と往復してみてほしいです。でこちら野郎ラーメン、この野郎ラーメンはやばいです。僕の北内のチャンネルの一番伸びてる縛り生活って多分1週間二郎系ラーメン生活なんですよ。二郎系ラーメンを1週間で11杯ぐらい食べて2キロ3キロぐらい太ったんですけど、その動画で3回から5回ぐらい行ってるのがあの野郎ラーメンです。あそこから350万再生は生まれました。これなんかもう思い出通りなんだよね。渡ってあっちの通りが古着屋さんとしてすごい栄えてるイメージがあるかもしれないんですけど、こっち側実はめっちゃあるんですよね。古着屋レディースの古着屋はルイクさんっていう前動画にしましたけど、あっちが行ったらあるし、結構ねお店いっぱいあるんですよ。でここはスイさん、僕のお店にもねスタッフさんもたくさん来てくださって本当にありがたいです。ここもめちゃめちゃおすすめです。でここ一番屋、1万円分ここで喋るっていう動画ここで撮れました。懐かしい。で、はい、サードバーガーがあって、ヘアカット専門店があって、これです。到着しました。ということでいいよね、ここの木枠をみんなで頑張って作ったんですよね。めっちゃ大変だった。オープン前々日の深夜1時ぐらいまでここのなんか隙間が合わないって言って、もう何回も練習、もうこうやってはめて止めてみたいなのを繰り返してやってできました。それでねインスタ読み込めるんで、ぜひ読み込んでください。それじゃあお店行きます。あちゃ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 、こっち涼しいな。ちょっとうちの古着屋さん結構ね嬉しいなと思うのが、入ったらめっちゃいい匂いするって言われるんですけど、それ嬉しいです。結構こだわってるんですよね匂いは。はぁ、うわっ寿司。はい、入りました。こんにちは。こんにちは。今日はお客さんでお願いします。ありがとうございます。今日全身ユニクロで来たんですよ。でちょっとかっこよくなりたいなと思って、はい、僕もかっこよくスタイリングしてもらえますか。お任せください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。古着ってちょっと汚いイメージがあるんですよね。ちょっと結構綺麗なあんですか置いてるので、お兄さんにも似合うのがあるんです。あ、本当ですか。どういう、あ、まだあるんですね。まだあるんだこれ。キューバシャツめっちゃ良くないこれ。キューバシャツです。結構うち今カラー展開がすごい豊富です。あ、これ以外もあるんですか。ありますあります。もう本当にその色順でこう徐々に同時に。あ、そっか、これも全部色なんですね。白系
あ、すげえ、こんなに給料シャツもない。そうなんですよ。すげえとか言って全部。いやもうこのキャラしんどいから、ね。ちなみにこの。あ、すごっ。あります。やばいね。綺麗ですよね。キューバシャツ40し。まあキューバの清掃ですよね。そうですね。うん、ちょっとね、もうキャラ変えてちゃんと僕で行きます。いやこれめっちゃ珍しくない？めっちゃ珍しいです。キューバシャツ。やばいの。の長袖。ロングスリーブやば。長袖はね、そもそも。そうですね。いや、これは珍しい。しかもさ、リネンとかだよね、これ。あ、レーヨンか。うん、すごっ。素材がマジでいい。え、これめっちゃいいな。それにショーツとかで。ね。合わせてほしいですね。今日は本当に2人にガチでスタイリングを何パターンか組んでもらいたくて。なんかおすすめのやつがあったら、ちょっと着させてほしいです。もちろんです。あ、わかりました。それこそ僕は今のキューバシャツでしたね。あ、本当に？はい。お、セックスとかで、ね、合わせるとやっぱリアルな感じなんで。あー、なるほどね。ちょっと硬くなっちゃう。ショーツとか。あー、なるほど。で、着て、下は革靴とか、あ、黒い靴とかでしっくりまとめた方が、締まりが違う。確かに。決めすぎないっていうのがね、結構うちだと、ね、提案しましたよね。なんかインスタのキャプションとかで、このフレンチワークのジャケット、こんな下にはやっぱり、ワークパンツとかデニムとか履くっていう人が、普通な考え方だと思うんですけど、逆に僕らはここにスラックスとかショーツとかちょっと違和感があるけどちゃんとまとまってるよねみたいなやつを僕らは提案したいなと思ってます。っていう中の一つがキューバシャツ。キューバシャツです。じゃあどれ着たらいいですかね。サイズいけるやつ。そうっすね、大きめだと。じゃあまずちょっとノリコーデ一個シース。いきますか。でかっこいいな今日。あ、ありがとうございます。アンブラなんだ。え、めっちゃかっこいいこれ。ありがとうございます。すごい刺繍分厚。サイズ的にもいけそう。いけそうですね。おお。ドライキゴルフ。おお。同色。ああ、いいですね。合わせめっちゃ好きです。ゴルフラインなんで、はい、配色ね、すごく綺麗にするんですけど、ナイキゴルフマジでいいよね。めちゃくちゃいいです。ちょうどなんか、はい、トレパクの動画を YouTube でアップしたんですけど、そのコメントにも来てましたね。ナイキゴルフ好きな人結構いる。あ、本当ですか。なかなかないんですよね。そうですね。売れちゃってるよね、しかも、ね、売れてます。そうなんだよね、結構人気で。じゃあちょっと試着します。これ、なんか T シャツは脱いだ方がいいですか。 T シャツ、自分は脱いでほしいですね。 OK です。最近シャツっていうのもあるんで。そうだね。はい、涼しげにやっぱ着ていただきたいけど。やばいじゃん、俺小僧起きてすぐ来ましたマジで寝巻きで履いてるからじゃあナイキゴルフとキューバシャツで。うわ、いいなぁ。サイズがいいっすね、めっちゃ。サイズいいっぽいっすね。ね、サイジっすね。サイジっすね。冷たくなりそうですよ、僕は。クッソ、ちゃんとさ、俺結構店にいるんすよ。なんだかんだ行けるとき行きますとか言っといて、今のとこほぼ毎日来てるんですけど、こいつマジで、店で言いすぎ。サイジ1日3回でしょ。関係ないです。1日3サイジ。ちょっと2回しかいない。言いすぎ、マジで。俺、サイジ。じゃあ、キスケケさんもさ、ニヤニヤしながらさ、これはどうすかみたいな、その振りやばい。いや、これいいわ。いや、いいっすね。キューバシャツの僕がピックする時のこだわりは、まあ結構動画でも言ってるんですけど、コットンが結構強めのやつにしますね。結構キューバシャツ自体はあるんですよ。でもほとんどがポリエステルがめっちゃ強いんですよね。 80% とか 90% とか入ってて、それだと結構ね、外で歩いた時にね、ちょっと安っぽく見えちゃうんですよね。お土産のシャツみたいな、そんな感じに見えちゃうんで、コットンが強めのやつ、もしくはリネンとか、もうちょっといい素材のものを使ってるものとかにしてます。じゃあこれに下合わせます。ベルトもご自由にお使いください。あ、ありがとうございます。うわぁ、ロケーションコーンザル、かっこいいなぁ。いいね。でも同色についてる、ね、かっこいいよね。いや、これはいいです。めっちゃいいです。このぐらいちょっと僕はパンツシュッとしてる方がなんかキューバシャツとの相性が、はい、そうだね、いいですね。ちょっとあれだもんね、ギミック多めだもん。そうですね。なるほどね。はい。ちょっと押さえて。キューバシャツをこう、押さえて。はい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 。めちゃくちゃいいと思いました。ありがとうございます。タイ料理屋とか行きたいね、これで。キューバシャツに、ナイキゴルフのハーフパンツで。ありがとうございます。ということで、ちょっと特別にこのまま、はい、次のコーディネート教えてもらいたいと思います。次はちょっと高一に教えてほしい。個人的には最近、血のパンめっちゃいいなとか思ってて。うん。ちょうど今、うちにあるこのオービスのパン、血
結構太めで、レングスも多分堀くん。おー、めっちゃかっこいい、いいね。ちょっと溜めていきつつ、はいはいはい、ちょっとハイキやっぱ面白い着こなしというか、ちょっと変わった着こなしなイメージがあるんで、ほう、ちょっとあえて王道にこういうアメトラな、あー、いいね、シワークシャツとかで、あー、いいね。で、スニーカーでちょっと遊びに行こうというか。確かに、あ、これ、良さそうです。てか、ワイドのチノパンが好きすぎるんだな、今俺も。チノパンなんか良くないですか今、うん、なんかみんな持ってる、知ってるはずだけど、なんか意外と持ち中見たらそんな履いてないかな。なんかね、幅が広いのが意外とみんな履いてないんだよね。なんか軍チノみたいなサイズ感、ポロチノがやっぱ一番人気だと思うんですけど、そのオービスもちょっと面白いな。そうだね、うん、素材いいしね、また違ってくる。めちゃくちゃ、ちょっとじゃあこれで履いてみます。ありがとうございます。いや、いいな、なんかこれ履きたいとか、あれ欲しいとか関係なく、なんかいいのないっすかで大丈夫なんで、ここのお店は。確かに。じゃあちょっと着替えてきます。ありがとうございます。おー、あー、いい感じじゃないこれ。着こなしちゃうもんね。あ、めちゃくちゃいいわ。スニーカーのね、溜まり具合っていうか、このこれだよね。うん、僕らが結構提案させてもらってるのは、ね、いや、いいですね、これ。センタープレスがなんかしっかり入ってるの。そうなんですよ。タックも深めに取られてるんで、ね、すごい深いよ。これ好きそうな、めっちゃ好き。サイズ感かなっていうところの、パッチワークシャツもあの丸力のやつが多いと思うんですけど、うん、あ、そうだね、ネイビーで、確かに同色系でね、ちょっとガキっぽくなっちゃうもんね、うん、いろんな色あっちゃうと。結構僕とのりさんで喋るのはやっぱちょっと和の匂い感じるよね。うん、確かに、のもあって、チノパンは結構おすすめです。僕の店で結構チノパンは入れてて、全部共通して渡り幅広くしてるやつを取ってます。なんでかなり履きやすいと思います。なんか昔チノパンってダサいイメージあったんだよね、中学生の時とか。ちょっとおじさんが履くイメージ。そう、チノパンっていうワードがなんかさ、もうネガティブみたいな世代だったんだよね、中学校の時に。それこそチェックシャツ。そう、チェックシャツ、そう、まさにこれなんだよ。まさにそうですよね。けどサイズ感がちょっと幅広めにしてたりとか、肩落ちるぐらい大きめのチェックシャツにすることで若干こうこなれ感出てくるというか。あざます、めちゃめちゃいい感じでした。ありがとうございます。めっちゃ楽しいです。俺ちょっと楽しいです。発見がある。この1個がいいなと思って1個1個ピックしてるから、こう合わせたらいいなと思ってピックしてるわけじゃないから、うん、こう全部こう集結した時にそういうことができてね、めちゃくちゃ楽しい。撮影が楽しいわ。逆にハルキ君これちょっと好きで、あ、1個これみたいな気になる、ね、確かに、うん、アナランクとかはイメージないかもしれない。あ、確かにないかも。逆にエレミニア、これにしようかな。それでかくていいですよね。これ大きいよね。ちょっと確かにアナラックにしてみます。上楽しい服。面白い。付着したやつの変わる自分がね、わかるね、わかるわかる。ちょっと T シャツ着ようかな、上にちょっと着させてもらおうか。畳だ。畳うまごめんなさい、なんかちょっとまた直させる感じがしてこんなにやられたら逆に服見にくいって。ナイキの収納 T シャツはね、一人一枚必要だよね、これ。じゃあ、さすがに全然大丈夫ね。マジでいいね。あ、いいぞ。しかも下もこれでいいな、結構。チノパンので数年着ていただけますか。そうだね、うん、全然いけるよね。うわ、これはロングだとこういうちょっと大人な感じになるけど、うん、短めのチノショーツとかにすると、そうだね、またちょっと変わった印象になるというか。いや、ポロチノいいっす。ポロチノいいっす。これめちゃめちゃすごい。めちゃくちゃいいっす。ショーツマジでいいの。多くいただきます。よし、ありがとうございます。うわ、シノショーツいいわ、やっぱり。いいね、ショーツ似合うんですね。意外と、うん、いいね。ショーツだとなんか夏しか履けないみたいなイメージの人多いですけど、こうやって着たら、そんなことないよね。春脇も全然ない。そうなんですよ、ね、スウェットとかさ、短パン系は全部幅を広めのやつと、丈が短すぎないやつで、これはないけど、ここにポケットついてるとか、カーゴ系のやつとかをたくさん入れてます。これとか、この辺とかに。なんで、そのショーツ履きにくいと思ってる人に履いてほしい、そんなやつがいっぱいあります。いや、これ可愛いです。欲しい、欲しいわ、マジで。これ買いますか。買いたいです。今度店の服自分で買うやつやろうかな。マジの意味ないです。自分で自分の店の経済を回す。これでもいいわ。これでもいいですね。よし、じゃあ次、ノリかな。ノリスタイリング、はい。なんか、例えばこのまんまちょっと1個だけ使うとしたら、ちょっと長シャツ、いいね、まだ着てないね。これで来たお客様いるから、そうなんですよ、ね、こういう感じで。ちょっとまた
ベージュ好き。ああベージュ好き。ベージュばっかしないですけど。色もいいもんね。そうなんですよ。なんか地味な色でもかっこいいんだよな。エディバーは。エディバーは。細かめの。あ、ありがとうございます。スマジティでも調子にこうやってここでまくって着る感じでもいいですし。うん、確かにね。はい。長シャツは本当にずっと使えます。それサイズいくつ？XL。今着てるやつ。XL とかめちゃくちゃでかいです。めっちゃでかいよ。はい。170センチなんですけど、なんだろう。ありえんぐらいになってます。ちっちゃいやつぐらい。ボタンダウン開ける系なんだ。開ける系です。かっこいいな。それいいな。俺もそうしよう。かっこいい。ありがとうございます。わあいいな。大人っぽくなるな。感じとか夏にやってほしいんですね。いいね。袖まくっていただいて。ね。いいね。うん。これ結構コットンスケ薄めだからな、ね、これ薄めだね。タンクトップとかいるから結構ね、生地感は今選んで出させてもらってるんで、ここに置いてるやつはもう全部薄めのやつですね。ネルシャツとか結構生地厚めのやつはまだストックにあるという感じで、涼しくなってきたら出ます。え、これギャッてやっていいんですか？ギャッてやっちゃっていや、チーム大丈夫ですか？一番になっちゃう。大丈夫です、すいません。すいません、だって営業前なんでね。ギリギリですよね。大丈夫です。ありがとうございます。わ、この感じね。わ、わかるー。めっちゃいい。サンダルとかね、うん、B さんでいいよね、これも。夏はもうこういう風に着ていただいて大丈夫で、はい、初回だったらこういう、あ、なるほど、デニムとか。ちょっと暗めのこういうワイドで、はい、おー、ここまで1っすね。結構太いね、これ。太めなんですね。しかも、飴製。うん。飴製。デニムもかなりいいですよ。結構、チェーンできちゃったんですけど、まあ、アメリカ製のもの、メキシコ製のものから、ちょっと価格落とした00のものとか、結構いろんなパターンがあります。太いのもあればビッグイもありますし、まだ言ってないですけど、ダブル X もおや、まずそうですよね。まあ夏とかにヒント出せたっていうのはあります。これディッキーズなんですけど、カードポケットついてるんですよ。カードポケットついてるディッキーズ ね、あんま見ないよな。あんま見ないですね。この感じでダフになんか合わせたいというか、はい、確かにめちゃくちゃ綺麗に着れるね。そうだね。しかもこれほぼほぼデッドストックじゃない？近いっすね。パチパチっすね。結構綺麗なやつがあります。ここには、はい、ありがとうございます。はい、めっちゃいいじゃん。これめっちゃいいっすよね。大丈夫じゃないっすよ、ポケット。やっぱよしよしよし、ポケるってっしい。あ、これダメだ、これダメだ。これはダメです。いいお客さんだ。これはダメです。ありがとうございます。でお客さんはしなくていいんですよ、こんなこと。もうぐちゃぐちゃにしてもらって構わないので、もうこいつらがやりますすっごい綺麗にしてくれます。その前にまた一回見るので、はい、でもうじゃんじゃん皆さんは入っちゃってください。もう問題全く問題ないです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんか本当にいっぱい着てほしいですね。着てみたらいいやつ、そうなんですよね。だからうちの置いてある服って結構普通のものにパッと見見えるやつとか、あ、このチェックパターンはちょっと稲たいからダメかなって思うようなやつとか結構置いてて、でも着てみたら可愛いんですよね。あ、いいっすね。っていうのが本当におすすめなんで、でこれもバナリパでさ、さっきもエディバウアーとかさ、ブルックスとかいいブランドのものを置いてるんで、本当に手に取って着てみてほしいなっていうのが僕らとしては思ってます。僕が結構お店に立っててお客さんとたくさん話してみたら、デジカメを履いてみたいっていう方が結構多くて、プラススタイリングもどんな感じに組んだらいいですかねみたいなっていう方が結構いらっしゃったので、次はデジカメにして2人に聞きたいと思います。これいいよね。僕も1本持ってます。はい、デジカメかっこいいですね。いいっすね。これでいいなって。そうなんですよ。お願いします。あ、はい、はい、でもデジカメで来るお客さんもいるからね。そうですもんね。ちょっと上探しててみたいな。セットね。いいね。マジっすかね。今はついてる。お、え、XXL だもん。そういうの。かっこいい、かっこいいよな。ちょっと着てみます。秋はね、本当にデジカメ使いやすいと思いますよ。僕は T シャツ一枚でいいんだけどね。いやー、かっこいいっすね。いいっすね。あ、いい。めっちゃ好きだそれ。ギミックの効いてるパンツにこのテック要素、いや、いいね、っぽいですね、これは。これまだあったんだね。あ、でも結構反応はやっぱりいいですね。着てみたらやばいでしょ、これ、うん、2秒で撮っちゃったの、これいや、かっこいいですね。ちょっとそのデジカメのカラーと色拾ってる感じがすごく、ね、ちゃんと色拾えてるから、あれじゃないよね。着すぎない。そうだね。動画上がった頃にこれがあるかどうかはちょっとわからないんですけど、
これはマジでないんじゃない、もう、まあ、暑いからだろうね。そうですね、秋だったら一瞬だよね。うん、でも結構涼しい系なんで夜さらっていけるって感じ。うん、いやこれはかっこいいですね。かっこいいです。はい、まあ、こんな感じでデジカメはラフに意外と何でも合わせられます。はい、チェックとかにしちゃうとね、ちょっと喧嘩しちゃう感ありますけど、という感じです。はい、じゃラストちょっと2つぐらいいけたら、まあ、なんかトラックパンツのイメージはなんか勝手にいい、ね、そうですね、結構履いてるね俺。このプレーンのめっちゃシンプルな、かっこいい3ラインあれですね、たまるぐらいですね。そうだね、結構長めなんで、かっこいいな、マジで。たまった時にちょっとフレアっぽいシルエットになるかなってのもあって、でこれちょっとそうだよね、ちょっとブーツカット寄りな、このリーバイスの、あ、いいね、ウエスタン乗りのシャツとかで、下が黒でシンプルなんで、いっても面白いかなっていう、いらっしゃいませ。あー、いいっすね、このパンツマジでいいじゃん。俺が持ってるトラックパンツと同じは持ってるけど、よりワイドだね。バレンシアガっぽいね。多いっすね。ワイドめのストレートパンツをちょっと溜めて履いた時に広がって見えるじゃん。多分全部のパンツ共通してるんですけど、ノリ、ね、がすごい合うなと思って。あ、それとウエスタン、そうそうそう、ポケットとかもちゃんとウエスタン調になって、そうだよね、そういうとこもやっぱりポイントの一つ。そう、これリーバイスよね。リーバイス、これブーツとかもいいかもしれない。これ何、ナイロンだよね。ナイロンです。着てる人の服欲しくなっちゃう。全然上チェックシャツとかでいけるよね。いけますね。サイドライン入ってます。僕も今日ストライプですけど、ナイロンパンツに自由な感じに意外と着ちゃって大丈夫なんですよ、ね、デニムみたいな存在だよね、こいつ。ユーロはジャケットがいいかもしれないですね。めっちゃおもろいね、それ個人的に。やっぱトラックパンツってやっぱスポーツアイテムなんで、スニーカーと合わせて T まで着ちゃうと、もうそうだよね、ありがとう。スポーツとかその合宿のあれになっちゃうんで、ガツンとオシャレって分かる方が、かっこいいシャツとかね、スウェットとかでもいいんだけどさ、ちょっとラフになりすぎそうだ、ね、そうなんですよね。これちっちゃいんだよな、はい、大きかったらだって俺のものにしてるもん。ダメですよ。ちょっとちっちゃいけど、こういうことだよね、まあ、言ったらそういうことです。かっこいいね。かっこいいっすね。もうあれなくなっちゃった。あった、これやべえか。これやばいです、本当に。ユーロワークです。まあアメリカのものばっかりうちは置いてるんですけど、さすがにこれはやばいなと思って、この色落ちは。でこれデニムじゃなくてコットンなんで、コットン特有の色落ちの仕方が面白いなっていう、ユーロのワークパーツですね。デニム好きな人にあえてこっちちょっと挑戦してみてほしいなっていう感じ。うなんか似てますね、その格好。ノリスタイル、俺になれますね。ノリスタイル、俺になれます。需要ないね。需要ないね。そんなことないね。ノリさんみたいになりたいですね。トミーバハマね、マジでいいよな、トミーバハマの素材。そうだね、ボックスシルエットってマジでいいよね、俺たちからしたら。カタマンかするのね、カタマンやばいよ。このシャツマジでいいわ。いいね、うん、という感じで着てきたんですけども、最後にうちの今の推しが圧倒的スラックスなんで、スラックスは本当に素材とメーカーと必ずちゃんといいものを選んでます。安いスラックスとか買っちゃうと、安めのポリエステル強めな感じになっちゃって、なんか変な光沢感とかがあるんですよね。さっきのキューバシャツとかも同じなんですけど、なんで素材とかブランドにはちゃんとこだわって入れてるんで、ちょっとスラックスで最後一つ組みたいなって感じです。ちょっと長めのスラックスが今これしかなかったんですけど、ザネッラっていうブランドですね、イタリアのブランドで。素材がめちゃくちゃいい、メイドインイタリーですね。メイドインイタリーで、ブランドで言うとリーバイスシフォンのドッカースとか、ペリエリスポートフォリオ、あの高級ラインですね。ペリエリス、ペリエリスって何ですか。ペリエリスって何ですか。はい、まあマーク・ジェイコブスさんとか、はい、フォードさんとかが、はい、昔在籍していたブランドで、素晴らしいブランドや。ビトンね、ビトン管理のショーも、エルヴィン・ウェンチのショーも受賞しておりますね、ことがあるような、ブランドになります。今結構古着業界の熱いブランドだと思うので、今買っとくともしかしたら安く
そうだね、どんどん上がってくると思いますね。俺がめっちゃ古着買ってた学生時代とかあったらそんな高くなかったりしますね。やっぱ物がいいんで、いいものだけはね、どん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 こう価値が上がっていく。デニムとかだけじゃなくてね、ブランド物でもそうですね、まあ、ブルックスとかもそうですけど。ビビアンのやつあって、あ、あります。あれって売れちゃった？いや、あります。ちょっとウエストが細めなんですよね。ビビアンウエストウッドとかそういうのもあるんですけど、今日はこのザネンダっていうイタリア製、これ結構来てるんですね、俺の中で。俺とシノの雄大の中でザネンダやばいねって。なんか素材マジでいいやろ。ちょっと開きます。うわっ、サイズめっちゃいい。いや、いいですね。でちょっとここが太め、これもさっきのチノパンじゃないですけど、ちょっと太めなやつで、この揺れ感、俺は結構とろみって言ってるんだけど、とろっとしてるような見た目になるような、このドレープが楽しめるやつを入れてます。マジで素材がいいです。とにかく最高品質のやつだけサックスを置かせてもらってます。これはいいよ。ちょっとこれの上をなんかいいなってますかね。面白いなと思うのはこの AT の、あ、好き、うん、ベンツアノラック。あ、これまだあったんだ。ちょっと透けるんで、中のプリント T シャツとかこういうなんかエッチの効いた、あー、いいね、エッチの効いた、はい、エッチの効いたこういうのとかをなんかちょっと透けさせてとか、これ結構透けるよね、いいよね、透けるんで、青い T シャツとか着ても透けてかっこよかったね。ちょっとそれいいね、それ着てみようかな。俺の小説、俺の小説のジャケットってこと？そうですね。これもちゃんと下も絞れるんで、マジでいいですか？いいですね。フィー見えてるのいいよね、うん、かっこいいね。自分好みに透けさせてほしい。遊べるね、このアムラックは。遊べますね。また靴ちょっとカラーもんとかにしても。そうだ ね。なんかオレンジとかトーンなんで、おしゃれですね。これめっちゃよくない？めちゃくちゃいいっす。物自体も AT の古いもの。ベンツベンツってとこもまたいいよね。ベンツいいわ。これ普通に古着動画で他の古着屋さん出てきたら俺買ってるわ。これうちの店だからなんか買えないけど。全然買っていただいても。いや、なんで俺買わすやつすんの。でもおしゃれでいいっすよね。ね、シンプルにかっこいいっていうアイテムですか。はい、これは、うん、そうだね、シンプルかっこいい。ちょっと今っぽいね。ちょっと若干 Y2K、ね、テックっぽい感じがまたいいですね。スラックスとこれっていうのが違和感、まさにやりたい感じですね、うん、まあ、賛否両論あると思うんですけど、僕らはこういうのが好きですということで、たくさん見させてもらいました。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕たちのやりたい感じのね、スタイリングを2人組んでくれたんじゃないかなと思います。めっちゃ楽しかった。普通にマジで楽しかったです。楽しかった楽しかった嬉しい。これめっちゃ面白いわ。ちょっと公共だったら定期的にやりたいなっていう感じです。スタイリング動画とか撮りたいなとは思うんですけど、他の古着屋さんで撮影させてもらったりとかするとやっぱ何着も何着も試着してみたいなとかっていうのが、まあ、物理的にちょっと厳しかったりもしたので、こんだけ服があればやっぱこれができるんですよね。こういうのもやりたかったっていうのがやっぱりお店ね、作る理由でもあったりしたんで、よかった、楽しかったです。二人もあの営業前にすいません、はい、ありがとうございます。ここから営業なんですけど、僕も今日はねお店に立とうと思ってますっていう感じで、僕も結構な頻度でお店には来てまして、今のところほぼほぼ毎日来てるので、皆さんも春クロージングストアぜひ来てください。二人が基本的に立ってますし、僕もいますし、今度僕もこれ合わせたいんじゃないみたいな話しますので、ぜひぜひ来てくれたら嬉しいです。ということで、もう上がってると思うんですけど、春のインスタとか僕のリールとか YouTube ショートとかでもこういう感じでスタイリングとかもアップしていこうと思うんで、よかったら参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで、のりとこういちでした。はい、インスタグラムのフォローとかよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次回の動画でまた会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。